こんにちは、アトピークラブレノアです。この手を見てみてください。私実は手のひらアトピーがすごい出てたんですけど、今はアトピーはどこにもありません。私は中学の1年の時から約3年間ぐらいステロイド使ってたんですね。冬のひどい時をいっぱい使ったりとか、夏はちょっと使ったりとか、そういうことはしてたんですけれども、ステロイドを使っていました。ステロイドはね、なんとなく使っちゃいけないものなんだろうなとは薄々こう思ってたんですけれども、その怖さっていうのは全然知らなかったので、こう見た目ちょっと気になる、ここら辺赤くなっちゃったからステロイド塗って早く白く戻しちゃおうとか、そういうふうにこう安易な考えで使ってました。で、手のひらもね、アトピーっていうかひどかったんですよ。っていうのも私バスケ部に、中学生の時はバスケットボール部に入ってまして、で、元からちっちゃい時からアトピーがあったので、手のひらももちろん乾燥肌で、ボール触るともう油分がね全部取られてしまって、もうカッサカサだったんですよ。で、冬とか特にこういうね節のところとかもう切れてですごく痛かったので、でステロイド、バスケットボールをするためにステロイドを使ってました。で、夜寝る時とかはもうベターってステロイドを塗って、で包帯して寝てたぐらいで、そんな風にこうたくさん使ってたんですね。で、当然ステロイドはこうどんどん強くなっていくわけですよ、症状を抑えるために。で、どんどんで効かなくなってくるんですね。で、そんな時にもういつまでもステロイド使ってられないなっていう時にレナーと出会ったんですよ。で、レナーと出会ってからはステロイドをやめて体質改善を始めました。で、体質改善始めて、もちろんこうステロイドのこうリバウンドで顔とかねこう赤くなって排泄するわけですよ。ただ手のひらはね全然出てこなかったんですよ。で、ある日、そうですね、体質改善始めて1、2年後ぐらいですかね、手のひらの皮膚がこう分厚くねピリピリピリってむけたんですよ。で、むけてどうなったかというと、こういう風になりました。これが私の手のひらなんですけれども、ステロイドのリバウンドが起きました。で、ここのうっすら白い部分がちょっとだけかろうじて残ってる皮膚で、あとはこうむけてしまって真っ赤ですよね。この状態だと手をこうパーにしたりとかグーにしたりとかもできなくって、ずっとこのまんまですね、広げることができませんでした。なので、このまんまの形で写真撮ってます。で、こういう皮膚薄いんで、とっても痛くて、で、あとはこういうこう線に沿って、こうですね、こういう線に沿って切れてきたりとかっていう風に、すごい辛くて痛い期間が2、3年ぐらい続きました。で、夏は調子良かったりとか冬はひどいとか、そういうのを繰り返しながらね、ちょっとずつ良くなっていきました。で、こういう時には日中はね、こう綿の手袋をして、レナーの化粧品のエッセンスとかオイルを塗って綿の手袋して、で、夜は包帯して寝てました。で、この辛い期間、2、3年ってすごい長いんですけれども、これって今から5年以上の前の話なんですね。で、今の手はもちろんアトピーないです。で、今ってこの時から5年経ってるんで、今の方がアトピー改善に対して このレノアの知識だったりとか、ケアの方法とか、たくさんやれることが増えたんですね。なので、今は酸化取って、酸化取るために水素風呂入るとか、糖鎖のことも分かったので糖鎖のサプリメント飲むとか、そういったこういろんなことがね増えました。なので改善が皆さん早いんですね。なので、もし今、この時が18歳くらいなのかな、の時、もし私が今18歳でこの状態で今改善しますよって言ったら、今の方が絶対に改善は早いんですね。で、皆さんのレノアに通われている方を見てても、このねアトピーの排泄の辛い期間がねどんどん短くなってるのがよくわかるんです。
なのであのもしね今ステロイド使っててでもこのまま一生ステロイドを使うの嫌だなとか薬から離れたいなって考えてる方がいるとするならあれのはね相談していただいてあの LINE 相談室とかカウンセリングとかセミナーとかあのレノアがねこう辛い期間をサポートできるようにしてますのでぜひねもしこうステロイド薬とか離れたい薬使いたくないという方がいる方がもしねいたらレノアに一度ご相談に来てみませんか。